24日に先週楽を迎えた大相撲秋場所は史上4回目となる11勝4敗で大関貴景勝27イコール常盤山が優勝を果たした本誌評論家の二所ノ関親方元横綱稀勢の里は最後まで優勝を争った平幕の熱海富士21イコール伊勢ヶ浜部屋の奮闘を評価しつつも 三大関ら上位陣の定調ぶりが低レベルの優勝につながっていると指摘した。高景章は25日、東京、両国国技館で会見し、綱取りとなる九州場所、11月12日初日、福岡国際センターへの思いを語った。写真、熱海富士と妹の武井ひなさん秋場所は予想通りの大混戦となりました。盛り上げたのは幕内2場所目の21歳。 熱海富士。ただし、その事実は今の各界の危機的状況を物語っています。熱海富士は確かに頑張りました。照ノ富士を彷彿させる右四つの攻め。腰が座った前傾姿勢も理想的です。終盤は上位との連戦が続き失速。先週落の朝の山戦などを見ても、まだ実力差があることは否めません。史上最速優勝という、勲章は逃したものの、 経験という財産を得ました自分の現在の立ち位置と足りない部分は分かったはず稽古環境が素晴らしい伊勢ヶ浜部屋で猛稽古を積んでいますので苦い体験を機に大きく羽ばたいてほしいものです残念ながら今場所印象に残った力士は熱海富士だけです優勝ラインは過去に3回しかなかった11勝看板力士の3大関は貴景勝が11勝 霧島が9勝、宝昇流は先週楽にやっとのことで勝ち越しの発祥でした。全く物足りませんし、反省すべきです。熱海富士が終盤、上位との対戦が続いたのは上位陣の低たらくが原因です。数年前までは上位によるハイレベルの優勝争いが定番。横綱戦や横綱、大関戦がなくなることは皆無でした。 最近は番付が崩壊したかのような取り組み編成が散見されます。そうせざるを得ない、混戦場所、が当たり前のようになっているのは心配です。霧島と豊昇龍は自分の形を持っていない、器用さがあだとなっています。対戦相手は怖さを感じないから自信を持って思い切り挑んでくる。二人はそれに対応しているだけで、こうしたい、という積極的な姿勢が見えません。 優勝した高啓勝は突き押しの形がある分強いイメージを伝えることはできます。決定戦も本割で圧倒したからこそ変化も決まりました。ただし勝つためには有効でも、一つ上、横綱を狙うには失ったものも多かった。優勝4回は評価されても綱取りへの期待は上がっていません。今、一番強い力士なので、満場一致で横綱に、 という声がかかる相撲を目指してほしい元横綱稀勢の里